マローダーは1974年から1979年までギブソンが製作したギター。フェンダー社に対抗する意図であったが成功しなかった。生産数は6400台と少ない。1975年に発表されたギブソンには珍しいデタッチャブルネックモデルのソリッドボディギター。ピックアップはビル・ローレンスによるものでフロントのハムバッキングとリアにマウントされた。 シングルコイルの二つ。1975年モデルは一元、側カッターウェイ近くに取り付けられた3ポジションのトグルスイッチでピックアップを選択するようになっているが、1976年頃以降はスイッチの代わりにフロントトリアのピックアップの音量バランスコントロールが取り付けられるようになる。ボディの形はレスポールそのものだが、ピックガードは全く違う形をしている。また、 レスポールに比べて重量が軽い。ヘッドの形はフライング V によく似ている。スケールなどはレスポールのそれと同様。ちなみに、マローダーとは略奪者という意味で他社から売り上げを奪うイコール他社より売り上げを上げるという思いを込めて製造されたが、売り上げがいまいち伸びなかった。結局製造期間は約5年しかなく、入手が困難である。ESP の子会社。 エドワーズもマローダーのコピーモデルを製造していたが2008年に終了。エドワーズによるマローダーモデルはギブソンのものに比べてボディの下半分の膨れ方が大きくリアピックアップはシングルコイルに見えるがミニサイズのハムバッキングとなっている。またボディはアルダーネックはデタッチャブルネックではなくセットネックになるなど細かな仕様が異なる。 前述の通りでタッチャブルネックであるという点や、ピックアップの配置からテレキャスターカスタムを思わせるが、レスポールなどのギブソンギターで聴かれるような中低音の鳴りが、マローダーでは、乏しい傾向にあるようで、生産数も少ない上、愛用者も少ない。エドワーズのモデルは、ボディ材やピックアップなどの変更により、かなり変わった印象となっている。ありがとうございます。